トンです。サラです。せーの、キッズトン TV 始まるよ。イエーイ。夏休みにはいろんなチャレンジね。いつもと違うこと何かできたのかな。あ、ピアノ、すごいね、いろんなことが習ったのね。ということで、夏休みは普段できないことが、いろんなことができたんだけども、今日はね、そらちゃんに夏休みの新しいチャレンジをもう一つだけやってもらおうということで、夏休みの工作に挑戦してもらいたいと思います。戸口先生。はい、こんにちは。こんにちは。お邪魔します。どうもいらっしゃいませ、はい、子供のアトリエ羊雲の戸口です。はい、いつもね、そらちゃんみたいな小さな子やね、もっとちっちゃいね、赤ちゃんたちとね、お母さんやお父さんたちとみんなとね、粘土を触ったりね、お絵かきしたりしてるんだよ。驚きの表情変顔ポーズ先生、びっくりしないでください、はい、いつもこういう感じですはい、はい、今日は一体どういうものを作っていただくんでしょうかね。そうですね、はい、今日は実はね、さっきからかわいいかわいいって言ってくれてるんですけど、でも食べられないんです、残念ながら。でもね、これ貯金箱、ほら穴見える、それちゃん見える見えるね、ここにね、お金貯めてね、ケーキ買えちゃうと思うよ。そうですね、はい、取っとけるね、これね、貯金箱です。はい、美味しいケーキを買えるだけの貯金ができるような貯金箱、ケーキの貯金箱を作ってみよう。はい、イエーイ。そらちゃんの妹、ミラちゃんでーす。イエーイ。多分後から字が出てくると思いますからね、皆さんお楽しみに。ということで、今日はそらちゃんとミラちゃんの2人で一緒に先生と貯金箱を作っていってもらいましょう。まずね、はい、粘土です。軽いです。待って、このようにふわふわしてマシュマロみたいです。それからこれは貯金箱の土台になる入れ物です。プラスチックの容器ですね。ちゃんとここに穴が開いてます。で、これが絵の具です。これで色をつけてきます。とっても大事、はい、ミラかね。あとは可愛いビーズと霧吹きです。魔法の水が入ってます。時々ね、これがね、乾燥しちゃって固くなっちゃったりするのね。その時に魔法のお水の出番があるから。じゃあこれをそれじゃ半分に切ってください。半分に切れるかな。うん、ぐーっと。やばいでしょ。おっしゃ、おっしゃ、できた。すごいね、はい、たっぷり入れました。そしたら真ん中に入れてこうやって折ってきます。はい、じゃあこれをこねこねしてください。こねこねし、こねこねしてください。そしたらこねこね、よくこねこねしたら、このぐらいの大きさのお団子を作ってみてください。すごい、そらちゃん、なんかいろいろ出てきたよ。わー、なんかすごい。おお、いいね。よっしゃ、よっしゃ。ミラちゃんはさ、こうお団子作ったら、お団子ちょっと先っぽクリームちょんって角立ってるからさ、ちょっと角を立ててみましょう。こんな感じ。アイスクリーム。はい。アイスクリーム。じゃあこれを貼ってきますね。土台に貼ってきます。ぐるっとちょっと巻いてください。ぐるーって。ぐるー。ちょっと細すぎた。うん。お、すごいすごい。たぶんミラちゃん、クリームもう終わりそうですね。いちご行こっか。ここにいちごの見本がもうあるんだけど、こんな感じね。穴を塞いじゃうと貯金箱にならなくなっちゃうからね。あ、いいね、いい感じ。ちょっと尖っててね。いちご作ってます。いちごできてるね。そしたらちょっと貸してね。かわいいいちごじゃない。じゃあもう一個作ってもらって、そこを用紙の先っぽとかでちょんちょんちょんってやってください。ちょんちょんちょん。それが種のところですか。ね、つぶつぶついてるよね、いちごってね。やってごらん。はい、ベースのストロベリークリームが、うん、
きましたね、全体的にたっぷりクリーム乗ってます ね、 そうですね、美味しそうです。じゃあ上にクリーム乗せないとね、ミラちゃん作ってくれたのね、うん、どの辺に乗せていこうかな、ここら辺、うん、いいなっていうところに乗せよう、うん、うん、いいね、ミラちゃんが作ったら、はい、うん、いちごも乗せるから、いちごの場所も取っといてね。あ、これでクリームいちご、うん、いいよ。あ、ミラちゃん早くなってきたね、ね、種付けが、そしたら間にいちごを乗せましょうか、できてるいちごからね、美味しそうにね、はい、でな、伸ばして、うん、そしてぐるぐるすると長くなるんだ、キュッ、じゃあ次ここね、ちょっと丸くなる、キュッ、あ、わかった、わかった、さすがですね、いい、そうだよ、キュッと強いね、キュッキュッ、はい、で、最後終点です、はい、はい、あとキラキラはつけない、キラキラもつけようよ、うん、ね、ピューってね、はい、可愛くなってきたね、うん、紫ね、ニョロニョロにしてもらってもいいかな、ニョロニョロ、2本を合わせます、お、ひねったひねった、して、うん、回して、ほら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 、お、綺麗なんだ、お、綺麗だね、綺麗だね、なんだか床屋さんのあれ見てるみたいな、くる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 、いいな、お、すごい、すごい早い、ペロペロキャンディーみたいな、ね、ほんとだ、ありがとう、はい、はい、美味しそうね、美味しそうなケーキが、はい、できました、おばあちゃん家行くよ、ね、はい、じゃあこの中に入れときますからね、ケーキのお箱に、イエーイ、イエーイ、今日はどうでしたか、そらちゃん、楽しかった、そうか、お手伝いに来てくれたみらちゃんはどうだったかな、タラちゃんが手伝ってくれたから嬉しかった、あー、いいね、すごい、お姉ちゃんが手伝ってくれたから優しかったからね、とっても嬉しかったって、戸口先生、何かお知らせとかありますか、はい、羊雲では毎月表参道と埼玉市で楽しいワークショップを開いてますので、ぜひ遊びに来てください。そして毎年気仙沼にボランティアで行っているんですが、今年も体育の日の3連休の時に向こうで大きな20メートルの絵を描くワークショップをやります。たくさんの観光客の方も来てくれたり、地元の方もたくさん来てくれて、毎年毎年楽しくやってますので、ぜひぜひ皆さん来てください。はい、ありがとうございました。キッズタウン TV、 バイバーイ。